厨房は防衛省自衛隊で使用されているヘルメット。1型と2系、派生型として刑務用がある。通称ライナー66式鉄棒の正式に伴い、1966年に厨房の調達が開始された。棒体、着装体、顎紐から構成されている。従来の M1 ヘルメット用のライナーと違い棒体は樹脂製で内装の形状がより、 日本人の頭部に適合するようになっている。88式鉄棒の正式により、厨房の本来の役割は失われたが、軽作業用ヘルメットとして使われ続け、現在は、後継の中棒2形が別個調達されている。厨房1型の内側、面製の平紐及び丸紐で頭部に触れる内側は構成されており、調節はそれぞれ紐の結び位置を調節することで、 対応できた。写真の顎紐は66式鉄棒の特徴である。布製の平紐2本を顎の位置でネクタイ縛りすることで使用していた状態のもの。ライナーの顎紐は金具で調節可能であった位置型を被った自衛官2系の採用に伴い一系の名称が付された。棒体の色は OD 色ヘッドバンドは滑り革製で、顎紐は牛革製である。 標準型鉄棒の元に被る場合は、厨房はごひもを鉄棒のひさし部または後部にかけて固定する。後頭部当てが布製で交換不能であったため、劣化すると著しく安定性が低下する問題があった。現在も新隊員教育隊、予備自衛官補教育隊、予備自衛官部隊、広報用に各教育隊、駐屯地業務隊等で保管されている。 身型を被った陸上自衛官隊員が訓練を呼び各種の整備作業用に着用する安全帽。材質は合成樹脂、棒体の色は灰色着装体、顎紐の形状と素材などが改められた。ヘッドバンドは合成樹脂と滑り革製、顎紐はポリプロピレン製である。内装形状の改良によって一型に比べ非常に高い安定性、適合性を得た。 防体は1型と同一規格であるため、標準型鉄棒にも一応は着装可能である。刑務用厨房を被った陸上自衛隊の刑務隊隊員防体の色は白色。陸上自衛隊の刑務課隊員及び中屯地警衛隊の一部が着用する。旧型は防体の色以外一般用の中棒1型と同様で鉄棒外棒も存在する。 生防用防潮に準じた形状の全称付き。新型は着装体が一般用の2型と同様であるが、防体のみ白色。鉄棒と違い、調達は複数社からの入札により行われている。久しぶりに納入年度と製造業者の略号が記入されている。ありがとうございます。